前に試してみたとき、個室で一人だと盛り上がんなくてさ、ギャラリーが欲しかったんだよね。別の場所で練習してくれって頼んだのは君なんだし、ギャラリー役ぐらい引き受けてくれてもいいっしょ？くふふ、なんだかんだでついてきたくせに。まあまあそう言わずに、好きなだけドリンク飲んでいいから何杯でもおかわりしちゃって。というわけで、放送用のトーク練習するから、おかしなところあったらダメ出ししてね。アバウトでいいよ。今のは良さげとか、さっきのダメっぽいみたいな感じでさ。そういうのって客観的な意見が大切だから。と、マイクチェック、ワン、ツー、ワン、ツー。よし、じゃあ早速いっちゃうよ。選挙放送リハーサルスタートだぜ。てなわけで、両陣営の主張は以上の通り。学園祭の熱気冷めやらぬ学園にやってきた選挙の嵐、吹き荒れる票をつかみ取るのは月下界か天道界か。それを決定するのはあなたの一票かもしれない。はあ。はは、改まるとちょっと恥ずかしいね、これ。あれ、どうだった？じゃあ、なんか気になったとこない？ここがダメとか、あそこが良くないとか。なら、学園祭の放送と比べてどう？メリハリ？ハイテンションの中にポロッと静かな調子が混ざると、おって聞き入っちゃう感じ？いまいちはっきりしないね。なるほど。ってことは、もっと強弱みたいなものをはっきりさせた方がいいのかな？アドバイスあんがとね。んじゃ、テイク2行ってみよう！当然！平日お昼はフリータイムでお得なんだから使い切らなきゃ損ってね！にゃっはっは！鍛えてますから！ってわけで、付き合ってくれたお礼に何かおごってあげるよ。ここんとこ何かと面倒かけてるしさ、せめてものお詫びというか、そうさせてもらえると私の気が楽になるんだよね。借りっぱなしじゃ気持ち悪いじゃん。だから助けると思っておごられてよ。いいね！ちょうど体を動かしたいと思ってたとこなんだ！連続ストライク！コウズカ選手念願のダブルきた！いきなりのスプリットに泣かされて低速発進したのも今や昔！ここに来て怒涛のストライクラッシュ！
華麗なフォームから繰り出されるボールが10本のピンをなぎ倒す様はまさに芸術、 So beautiful。 次が決まればターキーゲッツ。私たちが歴史の証人になるのも時間の問題か。だってその方が楽しいっしょ。こういうサービスしてるとこ多いんだよ。細かいこと気にしない。お店の人だって笑ってくれてるんだから。おっと、グリーンのシャツが生かしたおじさん、難しいスプリットを鮮やかに沈めてスペアを決めた。使い込まれて黒光りする球は明らかにマイボール。おじさんかなりの使い手か。丁寧に磨いたボールにそっと指を挿入し、しっかりと支えたそれをピン向かって投げた。見事なスピン、ベリーナイス。ストライクポケットにボールが吸い込まれていく。決まった、ストライク。ここで一気に得点を加算し、おーっと、これは200点台も夢じゃないぞ。いいところなのに。大丈夫大丈夫。おーっと、そうこうしている間にピンが3本残って、難しい配置のピンをカーブをかけてクリア。おじさんの勢いは止まらない。いいじゃん、取材対象に近づくのも報道のセオリーだよ。さて実況を再開します。あれ、おじさんの雰囲気がさっきと違うような。全身からボーリングが得意そうな雰囲気出まくってるっていうか。ええ加減にせんかいこら。さっきから黙って聞いとったら好き勝手なことガタガタ抜かしよってばれ。どうせ実況するんやったらもっとがっつりやらんかい。生ぬるいんじゃボケ。さっきからそう言うとるやろがい。そん代わり盛り上げんの下手やったら兄ちゃんの大事な球ボーリングしたるわ。女の子にひどいことでけへんやろ。まあ大丈夫や、男の球はスペアもあるしな。はっはっは。しゃー、燃えてきた。おお姉ちゃん、その息や、バーンと頼むで。いやー、今日は楽しかったねー。ごめんごめん、でもあのおじさんも喜んでたしさ。思いがけず実況の練習までできちゃったし、カラオケの特訓と合わせてナイスな DJ 日和だったよ。それは言わないお約束ってね。でもこんな風に全力で遊ぶことってあんまりなかったから本当に楽しかったよ。サンキューね、コウズカ君。
昨日はゆっくり休めた？私はバイト。ミュージカル喫茶に来てたお客さんが来てくれたりしてよかったよ。だね。月夜野さんもお仕事だったって。Good morning, boys and girls! 朝から参上、選挙 DJ だよ！私が現れたってことは？そう！学園祭の興奮冷めやらぬ学園に選挙の嵐がやってきた！マジかよ。学園祭終わったばっかりだぞ。今度は何を争うのかな？今回の議題はズバリ本！学園の図書室にどんな新書を追加するか、それを決める戦いだ。私がしのごの言うより両陣営の主張を聞くのが手っ取り早いってわけで、ゲストカモン！やっほー、天道会会長、みんなのうさぎちゃんだよ。月下会の代表として参りました、クリューマシロです。お二人ともようこそいらっしゃいました。ではまず、天道会の月夜野会長からお願いします。今回、新たに追加する本に関して天道会が推すのはズバリコミック。堅苦しい本ばっかりじゃなくて、そういう本が図書室にあってもいいと思うんだ。なるほどなるほど。それでは続いて、クリュー副会長、月下会の提案をお願いします。月下会が推薦するのは文学書や専門書です。図書室は学生が知識を蓄える場所ですから、学生個人では手が出せないような高額で貴重な本の方が図書室の蔵書としての意義があると考えます。おい、どっちに入れる？図書室で漫画が読めるなんて最高じゃんか。俺は天道に入れるぜ。けど月下の意見もわかるな。高い専門書って数千円とか、下手したら数万円とかするもんね。にしてもなんか選挙 DJ の喋り前より聞きやすくなってね。あ、それ私も思った。うまく言えないけど、ゲストを邪魔せずに引き立てる感じになってるよね。前はぶっちゃけテンションゴリ押しの時も多かったけど、学園祭あたりからかなり上手くなってるよな。高野祭のスピーチも良かったよね。つまりそれぞれの陣営とも違う角度から学生のことを思いやっての意見ということですね。当然、目指すは太陽のように明るい学園。月下会は陰ながら皆さんの知識などをサポートしたいと思っています。図書室の新たな蔵書をめぐる戦い、これはがぜん楽しみになってきた。ってなわけで、明日の昼休み、この2人を招いて選挙特番をお送りしちゃうよ。ファーストインプレッションも大事だけど、詳しい主張を聞いてから判断しても遅くはない。投票箱は君の前から逃げも隠れもしないぜ。それと、図書室をあんまり利用したことがないって子がいるかもだけど、これを機に本を借りてみるのはどうかな。専門書から画集までいろいろ揃っていて楽しめること間違いなし。んじゃね。そういや俺、図書室ってあんまり使ったことなかったかも。行ってみようかな。私も本借りに行ってみようっと。どんな本があるのか楽しみ。いっぱい食べようと思ったの。
腹が減っては戦はできないって言うから。うん、席取っておくね。あ、コウズカ君もチキンカツにしたんだ。やっほー、コウズカ君。そうなんだけど、今日は混んでるから、よければ隣座ってもいい？うん。え、嘘！ケゾウジ会長いたの？ 2B の綿貫アンナだよ。前にラプンツェルで会ってるよね。あの時は楽しかったね。茎も葉っぱもいいやつだってば。ピード、今更それ？そうだけど、中には名前で呼んでくれてる人だって。大丈夫？今朝から喉がちょっとね。ちょっと待って。確かここに。あった！はーい。喉の調子が悪い時はこれ。喉飴だよ。漢方が入ってて、すごく効くんだ。ちょっと苦いけど。へえ、さすが製薬会社のご令嬢。レアなものを持ってますなぁ。私も薬用喉飴を舐めてたんだけど、漢方とはね。そういうのもあるのか。なんか、薬湯みたいな味だね。でも、まずくはないかも。あ、ケゾウジさんの気持ちが嬉しくて、つい。いた、包みに戻す？それとも、ティッシュに包んで捨てた方がいいかな。大丈夫。こんぐらい超スピードでレロレロすればすぐ舐め終わるからさ。早く、良くなるといいね。いい子だね、この子は。おいちゃん泣けてきちゃったよ。おいちゃん、そんじゃ、列に並んでくるからまた後でねー。マドモアゼル、B 定食ちょうだい！やだよ、あんちゃんってば、お嬢さんだなんて。大盛りにしといたからね。もう、おばちゃんってば、あんちゃんって呼び方やめてって言ってるのに。それじゃあ、6人兄弟の長男みたいじゃん。そこに愛はあるのかい？平気平気、こんぐらい。さっき我慢した反動かな。ほら、私ってヒラヒラして適当でさ、だからああいう気遣いされることって少なくて。あんまりキラキラした瞳で見つめるから、思わず頭なでなでしたくなっちゃったよ。で、ふんにゃあ！やだにゃあ。あるに決まってるじゃん。むしろ熱がない生き物なんていないってね。
ほおずかくんがいきなり変なとこ触るから、ドキドキしちゃって。にゃは。ごめんなさい。茶化すつもりはなかったの。勉強 DJ として、みんなが学園のこれからを選ぶお手伝いがしたい。それが、この学園に入った理由、だから。あとは任せて、君は教室に戻りなさい。